列車のブランド名を呼び、これを運営していた合弁企業名である。列車の乗務員は、フランス側が、フランス国鉄、イタリア側がトレニタリアであった。パリとトリノ及び、ミラノを結ぶ中高 TGV と、パリとイタリア各地を結ぶ夜行列車を運行していた。2011年12月11日のダイヤ改正で、廃止され、TGV は、 フランス国鉄の直接運営に、夜行列車は新会社のセロ社に引き継がれた。合弁企業としてのアルテシア社は1995年7月に設立された。1996年夏ダイヤ改正からは、以下の4往復のユーロナイトがアルテシアの運営となった。1999年3月には、パラティノトリアルトに、新型の豪華寝台車 エクセルシオールの連結をはじめ、2000年中には夜行列車4往復のすべてに常時連結されるようになった。2001年6月10日には、LGV 地中海線の開業の影響で、パリにおける夜行アルテシアの発着駅が、リヨン駅からベルシー駅に変更された。しかし、ベルシー駅は、リヨン駅と比べ不便なことに加え、格安航空会社の台頭もあり、 ヤコアルテシアの利用者数は2002年を境に減少に転じた。なお2002年12月15日のダイヤ改正でパラティーノはシンプロントンネル経由に変更されている。ガリレーは2002年6月16日からローマまで延長されたものの2004年9月6日に廃止された。さらに12月12日のダイヤ改正ではリアルトも廃止されるとともに スタンダールは経路が変更された。この結果残った夜行アルテアシアに往復は以下のようになった。夜行アルテシアへのエクセルシオール新台車の連結は2005年12月ダイヤ改正で打ち切られた。また、スタンダールの鳥の発着編成は2006年の鳥のオリンピック終了後に廃止された。シンプロントンネル経由の夜行アルテシアスイス国内を経由する。 このため、スイス入国において、ビザが必要な国の国民は、スイスが、宣言協定に加入するまでスイスのトランジットビザを取得する必要があった。トランジットビザが必要とのトーマス・クック・ヨーロッパ、鉄道時刻表の中期は、2010年12月から削除された。1996年冬ダイヤ改正では、イタリア乗り入れに対応した。 TGV レゾ車両によるパリ・ミラノ間の中高 TGV に往復が新設された。途中シャンベリ、フレジュストンネル、トリノなどを経由する。この2往復は TGV と同時にユーロシティとしても扱われた。2000年末ダイヤ改正ではパリ・ミラノ間の TGV を3往復とすることが計画されていたものの直前になって中止された。 TGV の3往復化は2003年12月14日のダイヤ改正でようやく実現した。なおこの時大体にリオントリノ、ミラノ間のユーロシティが廃止されている。その後もパリ・ミラノ間の TGV はフレジュストンネルの工事などの影響で一時的な減便やパリトリノ間への短縮などが行われている。2010年12月12日改正時点における 列車は以下の通りであった。2011年12月11日のダイヤ改正をもってアルテシアによる国際列車の運行は廃止された。パリ・ミラノ間の TGV はフランス国鉄の直接運営となり、ミラノでの発着駅が中央駅からポルタガリバルディ駅に変更された。パリ・ベネツィア間の夜行列車はトレニタリアとベオリア・トランスポールが 新たに設立した合弁企業セロの運営となった。ただし、スタンダールという列車名は廃止され、またパリにおける発着駅はリオミ駅に変更された。パリローマ間のパラティーノは廃止されたが、セロ社は2012年半ばに同区間の夜行列車の運行を再開する予定である。ありがとうございます。